あ、でもありがとうございます。凛太郎さんとあれもありがとうございます。お勉強中、頑張って。お疲れ様。そう、スーツの生写真が出ました。でもあれランダムなんですよ。ランダムだから生写真買っても私が出るとは限らないんですよ。ガードリーさん、チョコありがとう。喉がガサガサだ。パセリちゃん、同一人物だよ。パセリちゃん、今日はお風呂上がりのパセリちゃんでした。ヤシさん、ギリでもいい、ありがとう。スーツ、スーツ、こんばんは。そう、ネクタイ初めてした。なんかネクタイをさ、こう緩めるやつをさ、やってみたくてスーツにしました。4周年の遠征費のために。ああ、そうだよね、遠いですもんね。試験合格した、おめでとう。みほりも今日でテスト終わりって言ってた。え、もう公開されてるの？そう。え、公開されてる？ AKB 新聞さんのやつ。私の記事が出るんですよ。さすが一番ですね、気づくの早い。スーツ、え、明日スーツで行くべき？ で行くべきかい。最近パセリのメールに返信したくなっています。いつでもどうぞ、気が向いた時にどうぞ。あ、そうなんだ、目次みたいになってるのか。そうなんですよ、 AKB 新聞さん。そう、嬉しい。なんかね、私ずっと買ってたんですよ、 AKB 新聞さん。普通にファンだった頃にね、毎月コンビニ行って引きこもりがさ、AKB 新聞買うためだけにさ、家を出てコンビニに行ってさ、お年玉とかからさ崩して AKB 新聞買って、なんか応募するやつがあるんですよ、毎月。あのね、なんかなんだろう、誕生日の48グループのメンバーの色紙に応募できて、それにいつも応募してました。ゆうたくん、チョコありがとう。こんばんは。え、お話し会とかスーツの方結構多い、平日は特に多い。お仕事お疲れ様ですって感じになる。嬉しい。あ、でも私が出る AKB 新聞さんはあれです、ウェブのやつです。ウェブの、なんていうの、48タイムズ、 AKB48 グループ新聞48タイムズ2月号です。あ、ゆうなちゃんの記事もあるんだ。それは知らなかった。たくさん、アンケートに答えたので、インタビューというかアンケートにね。前みほりんも載ってたやつなんですよ。なんか前回みほりん載ってていいなーって言ってたら、みほちゃんがなんかパシの名前出したよって言ってくれてたので嬉しかった。天丼ちゃん、チョコ10個ありがとうございます。ゆうたくんいちご、ふくちゃんいちご、ゆうたくんいちごバスケットありがとうございます。おずさんいちご10個ありがとうございます。え、スーツ取ったのね、10月の後半なんですよ。だからその時に普通に送った、振袖と同じ時だったんですよ。だから送りました、沖さんには。その時にスーツ、なんかその写真撮った日にちょうど LINE してたので送った。ひろちさん、チョコありがとうございます。そう、だいぶ前だったからやっと載せれるって感じ。こんばんは、みんな。たく
くさんインタビューに答えた。なんかもう目がもうね、今日なんか朝起きて歯医者さん行ってきたんですよ。歯医者さん行って帰ってきてからもうずっとなんか目が、多分コンタクトしてないから目がすっごい乾燥して、いつもよりまばたきが多くなる。いつももうだいぶ多いけど。はるさんチョコありがとうございます。そう、握手会とかでスーツ着たかったんですけど、スタッフさんと間違えられそうなので着れないっていう話をね、去年のまだ自粛が始まる前のお話し会じゃなかった時にショールームで話したことがある。今日はね、矯正のことを聞いてきたんですけど、私が今言ってる歯医者さん矯正なんかやってないらしくて、どうしても矯正したいなら紹介しますよって言われたので、あ、考えますって言って帰ってきた。パシー、もう目があかん、やばい。そうですね、バレンタインぐらいだと思います、公開は多分。こんばんは。明日早起きしよう。朝からリンゴ食べるリンゴを食べます。なんかもう今緊張通り越して無って感じです。無です。緊張してたけど、お昼まではでも今は全然緊張してない。なんでだろう、不思議です。ライオンしかなっちゃうところそれ、うん、早く寝ようと思ってる今日は。明日寝坊したら大変だからねお疲れ様です、こんばんは。そう、明日午前中にリコちゃんとココアさんのホームルームがあるね。そう、配信終わった瞬間目がさパーって開くやつ。うう、明日配信で病んでないといいな私楽しみだけど。白い恋人アイス食べた、いいな、美味しかったですか。すごく美人のマネージャーさんがいる。私のことですか絶対違う、誰の情報それは。リンゴは私が最近買ってるのはサンフジなんですけど、この間何日か前に長崎からリンゴが来たので、メーカーわかんないけど美味しかった。なんだろう、富士かな、オーリンかな、なんかわかんない。でもオーリンではないか、色が違う、赤です。普通の25年ぶりに知人に会ったら120キロだったの、57キロ、すごい、仰天チェンジ出れるじゃないですか。うん、明日もしなんか暗い感じで始まったらなんか優しくしてくださいペンギンちゃん情報、めっちゃメディアちゃん情報や。そうですね、今日は半ぐらいまでしようかなと思ってます。でも私僕体があるから頑張れる。僕体、明日が終わっても僕体、その次お話し会、その次レッスンレッスン終わったらお話し会、そしたら次ピンマイカーのクワトロ、その後は僕体クラコン、楽しみいっぱいあるよ。あとバレンタインもあるもん今月。サラうどんを食べました。あ、いいな、私も食べたいな、サラうどん。明日私サラうどん食べ行こうかな。ダメか、ダメじゃん、僕体あるからダメじゃん。じゃあ僕体終わったら食べます、サラうどん。
数年ぶりに食べるかも。3年とか。若林さん、凛太郎さん、ハートありがとうございます。高尾炭治郎さん、トマトさん、タコありがとうございます。お話し会撮ろうと思ってるけど、おすすめの日、おすすめの日はなんか作ってたんですけど、多分皆さんお仕事とかそのお家の用事とかで来れる日が多分ね、人それぞれだからなーと思って、一応なんかコーディネートは組んだんですよ。何日か忘れちゃったんですけど、何日だったかな。でも4月3日とかは多分感謝枠が出てるので、感謝枠もおすすめです。何日だったっけ、あ、5月5日とかは入ってた。5月5日、7月3日。でも先すぎますもんね。一番早いお話し会が4月3日なので、4月おすすめかな。やった、初コメありがとうございます。でもこんな初コメなのにこんな感じで申し訳ないんですけど、よかったら2期生のツイッターもチェックしてみてください。ちゃんとメイクした私が、メイクといろいろ加工でちょっちょってやってて私がいます。ジロ君ギリでもいい、ありがとう。こんばんは。バレンタインミホリンがくれるっぽいのでもらいます。あとなんかユリニャもさ作るんでしょ、くれるかな。よりより、お、硬いから気をつけて。待って、私がちゃんと把握してないわ、おすすめのあの時間。5月5日とかはねおすすめだ。そう、メールと、あとツイッターにもめっちゃ前にツイートしたんですけど、結構前なんですよね。そう、明日ちょっとどんな感じになるのか心配だけど、そう、4月3日は緑コーデをするらしいです。私がそんなことを書いていました、過去の私が。だから緑の服なんて1個しか持ってないんです。あ、ないわ、もう断捨離した時にさようならをしてしまったので、緑の服は買わなければいけません。どこに売ってるんだろう緑の服。同一人物です。そうだよ、全部おすすめだけどね。デッドさん、バルマありがとうございます。お久しぶりだ。こんな、なんかいつもなんかこういうマスクとかの時に来てくださる気がする。ありがとうございます。駒田さんさっき配信してた、見れなかった、最近見れない、見れてない、見に行きたいのに。ミホリンが持ってる、借りようかな。あ、リコちゃんに聞いてみようかな、緑の服どこに売ってるんですか。お、ありがとう、お話し会ぜひぜひ。ちゃんとメイクしてるので、こんばんは。あ、4周年に来る方、そうだね、そうじゃん、4周年に来る方に向けてなんか作りたい、またおすすめのお店みたいなやつ。どうしよう、それまでに行かなきゃ、いろんなとこに。無理だ。何かおすすめありますか。みんなからおすすめ教えてもらって、私が行ってみんなにおすすめする感じがいいかな。来てくれるんですか。
ありがとうみんな。お楽しみに。ふふふ。この間みほりんがツイートして、ツイートじゃない、ブログに書いてたところ、カフェは多分結構遠いんですよね、駅とかからだと。多分調べた感じ遠かったから。難しいよね、広島って言ってもさ、結構ね距離あるんですよ、尾道とかもね。あ、カヌレはリコちゃんのファンの方はカヌレおすすめですね。そう、もう1ヶ月ですね、あとレッスンがこれから始まるのかな、楽しみだ。え、かりんとうまんじゅう閉店してたらしい。あ、そうなの。この間クワトロライブの MC でなんかダンスの先生がおすすめの宮島の入り口のかりんとうまんじゅう行ってみてくださいみたいな言ったんですよ。私も行きたいな、宮島。宮島行きたい、行こうかな、4周年の前までにしっかり対策していけば行けるかな。なんかもうこの1年ずっとさ、その自粛が終わったら行きますっていろんな尾道とか宮島とか全部行ってたんですけど、そしたらもう結局どこにも行けなくて、なんかおすすめ教えてくださいって言われた時とかにこう教えれないっていうのがあって、もう行こうかな。尾道行ったことないんですよ私。自粛が終わったら行こうと思ったけど、自粛が終わる気配がなくて、もうなんかボサボサ、どう頑張ってもボサボサだ、ね。ゴンケさん、花束ごっこありがとうございます。自粛が終わったら話し会か、自粛が終わったら握手会がありそう、楽しみだね握手会。この辺だね、握手会の話したんですよ、メンバーと。やってみたいよねってね。え、終わったら、私はまず自粛が終わったら絶対に帰省をする。帰省しておばあちゃんに会いに行く、おじいちゃんおばあちゃんに会いに行く。そして広島に戻ってくるときに HKT さんの新劇場をちらっと外から見に行く、外観を見に行って、で稲穂焼きとむっちゃんまんじゅうと大名でケバブを食べて帰ってくる。オズさん、ハートありがとうございます。いや、私ウサギ触れないけどさ、あのウサギの、そう、あのウサギがなんていうの、ウサギがいっぱいいる島行ってみたいだよね。触れないんだけど、触れないというか触ったことがない。小学生の時はあるけど触る機会がない。ケバブはなんか橋本環奈さんがミュージックビデオで食べてたケバブ屋さんがあるんですよ。で HKT さんのメンバーさんもそこのケバブをよく食べてて結構有名だと思います。なんか店員さんが美人とかしかいない、なんかモデルさんが全員モデルさんとかそういう方みたいで、もうめっちゃ美人さんしかいないからちょっと緊張する、行くのに。おいしいお店いっぱい教えたけどまだ教えた方がいい。え、教えてもらったとこまだね一個も開けてないので行きます。で行ったらまた教えてください、いつになることやら。クロさん、かまちゃん、いちごありがとうございます。愛子ちゃんも行きたいの、うさぎ、うさぎ、あ、りんこちゃんも。え、でもりんこちゃんと愛子ちゃん
がいたら、もう絶対凛子ちゃんが愛子愛子って言って、私がもうまた愛子って呼んでるって思っちゃうから、嫉妬しちゃうのでダメです。ダメです。そう、美人ばっかり。ゆうくん、コマありがとうございます。アンデルセのおすすめはサンライズメロンパンです。あとなんかデニッシュ生地が有名らしい、アンデルセンって。この間調べたら、だからデニッシュ系のパンおすすめです。すっごいサクサクで美味しい。しんちさん、誰もありがとうございます。なんかみほりん系の人が、なんか美人の人がめっちゃいる、ケバブ屋さん、モデルさん、すら美人みたいな人。明日朝起きてリンゴ食べるのが楽しみ、リンゴと納豆を食べるのが楽しみなんですよ。みおちゃんは最初緊張してた、最近は大丈夫だけど、でも緊張する。みおちゃんとか、あと誰緊張するかな、でもメンバーと喋るの緊張する、2期生、あ、愛子ちゃんと喋るの緊張する。リンゴね、まだある、あと10個ぐらいある、食べなきゃ。スモモ食べたことない。スモモって酸っぱいんですか？酸っぱい桃です。スモモっていう品種、どういうあれなんだろう。もう前髪がパサパサしてきた、お風呂上がり。あ、白いは食べたことある、オムレット、サニーパン、新幹線とかにある。ガンス食べてない、まだ。スーパーでこの間見つけたんですけど、ちょうど公演の前日とかだったから、今買ったらちょっと絶対食べちゃうなと思って買わなかった。スモモ品種なんだ。プラムかっこいい。プラム汁あるよ、普通に。なんかお母さんとかが妹のバスケの試合の遠征の帰りとかにお土産で買ってきてくれたりしてました。白や5個入って200円のオムレット。この間買って、川又ゆうなちゃんにもあげたんだよね、帰省した時に。帰省したでもだいぶ前だけど、あげました。プラムって、食べたことあるかな。あれでも、あれかな、ないかな。もう今頭にさ、プロムの恋人が流れてるから、プロムって言ってるから、ずっと頭の中で NMB さんが、こんばんはね、白い北九州ですね。見たことあるかも、プラム。目がね、よいしょ、目がさ、スモモ、モモじゃないんだ。プロム、プロム、テスト前に聞いたらね、ちょっと大変だよ、プロムの恋人。私は高校の時になんか電車の中で聞いちゃって、プロムの恋人を5回ぐらいリピートで、
でテスト行ったらずっとテスト中頭の中で NMB さんが歌ってました。うわしみる、めっちゃ乾燥する。スモモモモモモモが好き、モモもスモモモモモが好き、ピーチのようにキュートになりたい。モモちゃんことリッセモモカです。かわいいねモモちゃん、最近会ってないな。猫そろそろ終わろうかな。こんばんは。みんなツイートを見てきてくださったからとかはさ、びっくりしちゃうかな。ありがとうみんな。よっこらしょ。ポン釣りされた。どこを泳いでたんですか。泳がないでください。いつの間にか私の池から脱走しちゃって。こんばんは。こんなボサボサの人に言われても困っちゃうね。福ちゃんハートありがとう。寝ます。明日の服決めた。白にした。黒は白飛びするから白にします。福ちゃんハート100個ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。みんなこんなマスク姿でもなんか見てくれてありがとう。ディミタールさんいちご2個ありがとう。しんいちさんハートありがとう。明日は塩だよ。いてててててて、靴をどうしようかなって思ってる。明日雨かな。晴れ調べよ。長靴、雨だったら長靴履いていく。レインブーツ履いていこう。晴れかな。晴れだったら普通に靴を履いていく。ジャニーさん花束ありがとう。ありがとうございます。明日は皆さん土曜日ですけど、お仕事ある方は頑張ってください。ホームルームに来る方はよろしくお願いします。もう一個のホームルームに参加する方は楽しんできてください。あとは何、お休みの人はゆっくり休んでください。やったー、ツイッター見てくれてありがとうございます。同一人物ちゃんと。知らないふりしちゃったらごめん。ジロ君ファイトありがとう。うん、年末のホームルームぶりよろしく。5時半起き頑張って頑張って。私も早く起きてリンゴを食べたいと思います。当たらんかった、じゃあまた次みほりんと会ったらぜひ仕込んでみてください。ではでは皆さん、この後もショールームで旅をしちゃってください。
明日は理不尽な仕事。そんな仕事あるの？頑張って。お、明日は暖かい。じゃあヒートテックは大丈夫ですね。ありがとう。お、ホームルームよろしくお願いします。わあ、明日来る皆さん、お手柔らかによろしくお願いします。沖さんファンの方もよろしくお願いいたします。ではでは。え、何、パセリの配信が終わったと同時にアンインストールする？絶対しないじゃん。外れちゃった。また今度、また今度会ったらいいね。4周年で、4周年を楽しみにしていてください。今日何言ってるか本当分かんなかった。私大丈夫、変なこと言ってないから。称えましょう、褒めまくりましょう。ではでは、皆さん、また明日元気な姿で会いましょう。今日短めだけどごめんね。では読みます。13位ジロくん、12位スンスンさん、11位ラクさん、10位右田ピポさん、9位夜更かしさん、8位しんちゃんさん、7位コウジさん、6位チョコラブさん、5位ひろのりさん、4位ふくちゃん、3位オズさん、2位天丼ちゃん、2杯目なんですね。1位ゆたくんです。ありがとうございます。ではでは、パセリ3杯目がお送りしました。ありがとうございました。また来てね。次はちゃんとメイクしてるときに配信します。明日はバイバイ、おやすみ、お疲れ様でした。Bye-bye.